はい、今日は2019年2月11日めそめそ読書ですね。クールドックスのジョエルです。ボルゾイのリングに来てます。あれ、ボルゾイすごいいいですね。どの犬がいいかな。ゼッケン10番、11番ですね。数が多いので2つに分けられましたね。No, I didn't.
と今日はあの上澄沢読書の初日なんですけど、朝からちょっとね忙しかったので一回帰ってホテルに帰ってから今またもう一度来ました。食事をしてから前の、ジャッジがグレーハウンドだったんですけれども、そのグレーハウンドのジャッジの時にこの今僕が座っているシートに4人人が、座っていて、その人たちが立って、まあ、どっか、立ち上がってどっか行こうとしてたんですね。それで、あの反対側の方からその様子を見ていて、それで、僕たちはこっちに来てあそこに座ろうということで、まあ、来たんですけど、これハンディキャップのシートだったんですよ。で僕は今ハンディキャップのシートにだから座ってるわけですよ今。分かってて座ってるんですけど、ただその前 の, そのグレーハウンドのジャージの時にその何ですか、4人女性がこのシートに座ってて、その人たちが立ち上がって、どっか行こうとしていたもんですから、まあいいのかなと思って僕はそのハンディキャップのシートに座っていますが、なんかもしかしたらダメかもしれないみたいな、今これ良かったのかなって僕今思ってます、思いながら今撮ってますけどね。これは僕は自分はまあここはハンディキャップのシートなんだということを分かった上で僕は今座っています。正面にさ日本人の軍団みたいにして日本人がたくさんいる。これで日本人の方々いらっしゃいますね。いや僕はまあ存じ上げないんですけど、僕は日本のそのなんかドッグショーの関係の方々とか、そのまあ犬の関係の方々とはもうできるだけそのつながりを持たないようにしてやっていますので、全然存じ上げないんですけども、まあ、日本人の方々がたくさん来られているみたいですよね。
どれがいいかな、こういうことだろう。あれは、あれ。今回僕はクライアントの方と、ウェストミンスターこのウェストミンスター読書に来ています。ですからまあその、まあ、初めてなんですよね、その海外の読書に、クライアントの方と行く来るの初めてなんですけども、今回は初めて、クライアントの方と一緒に来ています。女性がちょっと目が腫れてるけど、ね、全然わかんない、スタンダード知らない。あ、
ネームくらいなんですか。ちょっと彼女に対してはダメだけど、ダメだ、絶対彼女に対してちょっと俺、あとチェックしないとダメだ。メスはちょっと難しYeah. Well, when did you decide?
なんかもう 犬と人の隙間からなんか犬を映してますけどね。今日はこの後、今ねこれ午後4時からなんですよ、ジャッジが、ボルゾーのジャッジがで7時30分、19時30分からマイソングスクエアガーデンでグループジャージが始まります。やっべ、ちょっとさ、なんかこっちにやると向いてらっしゃいますけど大丈夫ですか。違います、こう体が膝とかこっちの側に向いてらっしゃいますけど大丈夫ですか。She walked in there and it's like...
right. いや、この犬いいんじゃないですかね。この犬っていいと思いますけどね。反対側だからちょっとね、分かりにくいんですよね、後ろから見てるから。そのハンドラー越しに見てますからね。ハンドラーのお尻とか背中ばっかり見えるから。ちょっと分かんないな。これ7番がいいような気がするんですけど、僕は反対側から見てるからね、ちょっとよく分かんないんですよね。一番右も多分いいと思いますね。それとあの16だったらあれがいいんじゃないかなと思います。日本人の方なんですかね、ちょっと僕は存じ上げないんですけど、日本人の方がいらっしゃるって言ったら日本人を応援したいんですよね。あの23番の方、
まあまあまあそうですね、うん、まあそうだな、さっきのオスが入ってきましたね。ボルゾイの場合メスも本当綺麗ですね。なんか、まあ、ボルゾイに限らず他の犬種もそうなのかもしれませんが、やっぱそのボルゾイという犬種は美しい犬種ですからね。だからその美しさは重要な部分だと思いますね。だからメスでも美しいですよね。なんかそのゴツゴツしてればいいというもんじゃないですかね。オスでなんかすごいなんていうか犬がごっついとか、そういう問題じゃないですもんね、この犬種の場合は。なんかあの日本人の方の犬人気みたいですね。なんかみんなヒューヒュー言ってますけどね。すいません、ちょっと僕は存じ上げなかったんですけど申し訳ないです。この方、この犬、難しいな、どれがいいかな。さて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 、これもう決まる、今から決まる。そう、あの日本人の方の犬選ばれましたね。そう、この前の2頭は僕もいいと思いましたね。さあ、ジャッジが何というか、ジャッジが何というか、僕はそう、この一番そうですね、わかる。
や、まあそうですね、そうだと思った。あの前の2頭良かったもん、良かったと思いました。いやー興奮したな、ちょっと。よし、じゃあ止めますかね。いや確かに良かったです、あの前の2頭が良かったです。もう分かりましたね。ただ日本人の方がいらっしゃるので、まあ、せっかくだから応援してたので勝っていただきたかったですけどね。よっしゃ、あれベストブリードちょっと取ろうかな。これですね、ビオビーは。Hello, I'm very good. We do have a bit of fun.よし、ちょっと待ってよ、行こうかな。よし、止めますね。じゃあもうちょっとはっきり取った方がいいかな。はっきり取った方がいいかな。よし、ちょっと BOB の犬だけちょっと取ってこようかな。よし、じゃあ止めますね。